十三武蔵矢文昔武蔵なる男強なる女のもとに聞こえれば恥ずかし聞こえねば苦しと書きて上書きに むさしやぶみと書きて起こせてのち、音もせずなりにければ、今日より女。むさしやぶみ、さすがにかけて、頼むには、問わぬもつらし。 とうもうるさしとあるをみてなむたえがたき心ちしけるとえばゆうとわねばうらむむさしやぶみ かかるおりにや、人はしぬらむ。